はい、ゆいたのニュースチャンネルです。今回はですね、ちょっと変わったおもちゃに関する記事と、関連サイトを合わせて紹介していきますので、よろしくお願いいたします。はい、まず記事はこちら、中日新聞からですね、トイメタル組み立てて、小物の前田テクニがステンレス模型キット製造販売とあります。はい、では記事を見ます。自宅での巣ごもり需要が注目される中、産業用モーターの部品などを手掛ける金属加工業の前田テクニカは、模型キット、トイメタルの製造販売に力を入れている。板金加工技術を活用したステンレス得意の光沢と重厚感が売り。前田明彦社長は、コロナ禍の中、自宅で過ごす時間を家族で交流しながら作ってもらえたらと期待するということですね。こちらですね。はい、こちらですね、こちらが、おそらく会社の人なんですが、これが手のひらサイズのものですね。こういうのがトイメタルというのだそうです。はい、では続きます。キットは路面電車、スポーツカー、蒸気船の3種類を用意、0.1 ミリ単位でステンレスを切断するなど、精密な加工技術で製造する。部品は20種類ほど、接着剤などを使用せず、手で折り曲げたり、付属の小さな工具で組み立てたりするという。統括部長の諸岡学さんは、金属ならではの高級感や重厚感が、他の模型にはない魅力があると話す。同社は多品種少量生産を得意としており、大手企業の注目は自社ブランド小物ものを掲げ、ペットボトルのキャップなどを開ける、キャップを開ける器具などを製造・販売している。昨年、町内の事業所が体験型イベントを通じて自社や地域の魅力を PR するイベント、小物学で金属を用いたアクセサリーやスポーツカーの模型などを作る点々点で、イベントで好評だったということなんでしょうか。はい、こんな感じですね。はい、繰り返しますと、こんな感じで手のひらサイズのこの模型ですね、これを金属製のステンレス、ステンレス 100% かどうかちょっと分かりませんが、ステンレスを基礎とした、金属でこんな感じで、プラモデルになる金属モデルということなんですが、今回トイメタルというのを作ったんだそうです。はい、でこちらですね、この前田テクニカのホームページ、こんな感じで、金属加工業やってるんだなというところなんですけれども、ですね。はい。でですね、会社の場所はですね、三重県小諸町にある、小諸町にあるということで、小物ものという、ものを作ったのだと思います。はい。で、その小物ものというサイトがこちらですね。はい。でこちらで、トイメタルというかね、こんな感じでやってます。スポーツカー、路面電車、蒸気船、こんな感じになってますね。で、こういう感じで作り方なのですが、こういったものを、紹介しています。はい。こういった感じですね。はい、で感じるのはですね、この小物もの、さていくらかなというのに興味があるかと思うんですが、はい、こちらヤフーショッピングで買えるんですが、こちらです。はい、1つ5500円です。個人的にはちょっと高いかな。高くはないんでしょうけれども、おもちゃとして遊ぶにはちょっと高いかなというところで、ですから、この手のひらサイズの大きさで、これですね、この手のひらサイズの大きさで、金属製ということを考慮しても、5500円はちょっと高いかなと思ってしまうんですが、皆さんどうでしょうか。2000円か3000円ぐらいだったら買ってもいいかなと思うんですが、5000円、どうなんでしょう、ちょっと高いかなというふうに思ってしまいます。個人的にはなんですけれども。はい。だからですね、こんな感じで、例えばこれですね、こういう感じでできていまして、こういう感じですね、こんな感じで、なかなか、敷地だと重厚感ですか、高級感というのはやっぱり感じられます。それもやっぱり、しっかりした技術があるんだなというのは間違いなく感じられますね。こんな感じになっています。はい、こういう感じで部品を組み立てていく工程などもこうきっちりと説明されていまして、こういう感じで作ってくださいよということになっていますね。こんな感じです。それが完成品がこんな感じになっています。はい、ですので、その物はいいなというのは分かるんですけど、おもちゃに5500円、ゲームソフト1本分にも足らないんでしょうけど、出せるのかどうかというのは、なかなかそれにちょっと価値判断難しいですが、ちょっと高いかな、もしくはですね、5500円はいいんですけど、例えばこの、デザインですね、こんな感じで、3種類、この、スポーツカーと蒸気船と、路面電車、例えば、そのスポーツカーにしても、例えばこのもうちょっとこの実在するスポーツカーですね、例えばこのルパン三世が乗ってたようなこのクラシックカーですとか、そういったのと何かこうタイアップができないかとか、それこそ鬼滅の刃とかですね、ワンピースとか、ワンピースが乗ってる海賊船とかですね、そういうの何かタイアップできなかったら、そういうので、そういうのでその付加価値を加えて、例えばこの一桁で1万円、2万円とか、そういうのを加えれば1万円、2万円とか出しても不安の人買ってくれるのではなく、不安の足元を見るのはどうかというのを意見もある方もですが、この何もない、かっこいいことはかっこいいんですけど、何もないこのスポーツカーと路面電車の蒸気船で5500円というのはちょっと高いかな、
それであればやっぱりの何かしらの人気作家や人気作品なんかのタイアップをしてもう一桁上を狙ってみるっていうのもあったのではないかなと思います。もしくはの、もしくはの今後何かこういったの、新たなの第4弾、第5弾のものを作るときには、そういうのを考えてみてはどうかなというふうに思うんですが、その、前田テクニカの関係者の方はいかがでしょうか。ぜひ、ご一行していただければ、この私の声かどうかどうかはちょっとわかんないですが、ご一行していただければというふうに思います。こんな感じですね。はい。で今回はですね、記事ですとか、この、ワイダテクニカのサイトですが、ここでヤフーショッピングのサイトなどは、概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひクリックして読んでいただいて、こちらですね、まあ、5500円ですけど、買ってみてはいかがかなというふうに思います。はい。では今後もこんな形で、聴者などに掲載された良いニュースや楽しみで皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。